気に前線、オルンガだ、抜けた、右からクリスティアーノ、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガ一人で8点。かわして、米田のシュート決まった、1点返したのは長崎、米田が右足を振り抜きました。この切り返し素晴らしかったですよね。あとは抑えです。この鎖は通りません。逆にカウンターシチュエーションになって小池が抜け出していった。小池先制は東京ヴェルディ、今シーズン14ゴール目、キャリアハイを更新していく小池純喜のゴール。離れてまだ今シーズンは1ゴールです。能力的に、ね、高い選手なのでね、はい、宇佐美からアデミューソン、アデミューソン浮かした、決まった、アデミューソン2対0。宇佐美選手のラストパスもここ丁寧にね、優しいボールでしたし、よくキーパーを見て浮かしてシュートを打ちましたね。中で唯一が上げてこいとジェスチャーしてます。柔らかいボールが出る、このセカンドボール、ダイレクトシュート、追いつきました東京、見事です。森重がよく追い込んで、逆に宇佐美が取ってチャンスになるか。おー、立ち乗り残した、チャンスになる、2対1になっている。逆サイド、アデミューソンが行く、右、十分で行けた、素晴らしい、3試合連続のゴール、先制点はガンバ大阪に入りました。相手のミス、真ん中江坂、左オルンガ、右から江坂、クリスティアーノも来る、オルンガ仕掛けて、オルンガのシュートだー、ニアハイ突き刺したオルンガ。シェガーがボール運んで、オルンガがうまくあのサイドバック出てるんで、あそこの高い位置狙っていったんですよね、はい、でここでちょっと時間かかったんで、これどうなるかなと思ったんですけど、はい、ここ受けてからですね、右サイドの相性としてはいいだろうという分析だと思うんですよね、はい、ですからこれをうまくマリノスとしてはどう考えるかですけども、ただどうしても3トップに来ましたね。中川、中川、中川の左足、始まってわずか1分25秒、乗ってる男、中川シーズン14点目、久しぶりの優勝を狙う F マリノス、早々に一歩前に出ました。いやー、また今度は鹿島、クリスティアーノ、クリスティアーノカットインから左足、綺麗な弧を描いて鹿島6点目。あそこで収まるようになってますし、はい、で収まると山口が入ってきます。そうですね、自分の選手が前を向いて、はい、その山口入れる、もらった、足元入れる、シュート、ナイスゴール、古橋だ、まあ、うまくこう左サイド持ち出してからの速いシュート、まあ、完璧なゴールでしたよね。藤本選手4人目、女の子誕生。